信ください。こちらスターバックスの秋新商品、先日のお札またふらふらの右、今回はこちら手前にあるモンブラン、ハモカニモミールティーラテとパンプキンラテ、そしてチーズクリームロールにアップルパイ、あとプレッツェルを食べていきたいと思います。アップルパイモンブランチは去年も出ていますが、また違った種類が出ていますようですね。去年の味はちょっとどっかに記憶がいちゃいましたけど、とても楽しみです、食べるのが。それではチャンネル登録よろしくお願いします。ではまずはモンブランからいただきます。栗のペーストが美味しそう。それではうーん、今年の秋もスタバでゆったりのんびりとした時間を過ごせるといいんですけど、なんて思ってたら本当に過ごさせてくれましたね。ただ iPad だとやはり声の課題になるなぁ。マイクをつけてもらったりといろいろやってるんですけど、やっぱり厳しいか。とまあちょっと渋いこの話になってますけど、スタバの新作スイーツの方はまろやかなで優しい甘さがありますし、ティーの方は少し刺激があって目をパッチリさせてくれますね。一方でちょっとゆったりしたい時にいいなという部分もあるので、どうだろう、秋の夜いや午後にまったりしたい時に食べるといいケーキと紅茶と言えるかもしれません。ごちそうさまでした。最初に食べたモンブランはかなり栗の甘さが濃厚で、しっかりと口の中にふわっと癒やしさせてくれる優しい甘さが広がってくれて美味しかったです。濃厚なんだけど、やっぱりこういった濃いお菓子がモンブラン好きなんですよね。でその次に食べたアップルパイはとろっとしたカスタード、とろけるカスタードクリームと甘酸っぱいリンゴの味が口の中に広がってきて、これも美味しかった。リンゴの甘酸っぱさがかなり強いんですね。あまり甘くしてないのかな。で、次に食べたチーズクリームロール、アップルロールは生地の中でリンゴの香りがするんですが、アップルパイほど強くはなかったですね。なのでリンゴが強く感じたいという場合は物足りないかもしれません。で、一方をじゃなくてもう一つあった、プレッツェルはキャラメルがかなり甘めの味付けになっていて、中に入っているカリカリのポップコーン、サクサクのプレッツェル、どちらともよく合っていました。まずカモミールティーはラテはかなりまろやかなでさっぱりとリラックスできる香りになっています。ただやっぱり暑いので今の時期はちょっと飲むのに苦労しました。一方パンプキンラテは、まあ、かぼちゃの味はそこまでしないんですけど、スパイスが結構刺激があって好みが分かれそうな気がしました。自分は嫌いではないんですが苦手な方もいるかもしれません。いや世の中一瞬探せばいいんでしょうけど、で好みが結構分かれるすぎるので飲んでもらわないとはっきりとは言えません。というわけで今日食べた中だとフードでは、まあ、モンブランが一番濃厚な甘さが広がってきて美味しい。飲み物ではカモミールティーがリラックスできるのでこの2つを合わせて午後のティータイムとかいいかなと思いました。カモミールティーノンカフェインですからね。なので今回は今の午後のティータイムセットを代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございます。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけます。動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。